こんにちは、ドイツガイドの萩原です。今日はですね、ドイツの B 級、国民食と言ってもいいかもしれないですけどね、ドゥナーケバブ、日本でもね、ケバブってすごい有名になったと思うんですよね。で、ドイツにもすごくケバブ屋さんがあるんですが、その中で最近オープンしたドイツで最も、高いケバブを紹介しようと思いますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。僕はですね、その他にもスイーツ動画とかお店の紹介動画とか観光スポットとか日帰り旅行とか、ナチスの歴史を学べる動画などもアップしてます。これから皆様にずっと情報をお届けできるようにチャンネル登録ですね、ぜひしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ちょっとね、まずこの一番高いケバブ屋さんを紹介する前に、どれだけケバブ屋さんがミュンヘンにあるかというのをね、ちょっと簡単にね見ていただこうと思います。ここはですね、ミュンヘナーフライハイトという、旧市街から少し離れたところなんですが、もちろんね、ドイツでもマックっていうのがね、あります。奥にね、見えるんですが、でもそれよりもお店としてやっぱ多いのはケバブ店なんですよね。まずこのもうすぐマックの近くに、これ奥にあるのがケバブ屋さんなんですよね。で、もうちょっとすぐ歩いていくと、この辺りは全部ね、スーパーとか、右にはビオね、スーパーがあったりします。ここも全部スーパーなんですが、ちょっとね、また見えてきましたが、奥人だかりがちょっとねできてますよね。今ちょうどね、やっぱお昼頃時ということなので、わあすごい人だ。見てください。これも何かというと、これもケバブ屋さんですよ。トゥルキッチュって、最近できたねケバブ屋さん、すごい人が並んでいますが、さらにと地下鉄です。地下鉄の駅、最後のまたケバブ屋さんがあるんですよね。これです。見えてきましたよ。ここもケバブ屋さん。マクドナルドもね、やっぱりもちろんあったんですけど、少ないんですよね。去年もね、どっか1店舗閉まったんですし、閉まったのと、あと KFC、ケンタッキーもね、ほとんどやっぱりね、見かけないので、やっぱりケバブがね、かなり、ドイツの国民食、ファストフードとして浸透してるなっていうのは感じます。では、その最高級、一番高いケバブ屋さんに行ってみましょう。今ですね、僕はシュバービング、ノルトという、地区に来ているんですが、この辺りはですね、本当最近すごい、再開発地区ということで、オフィスビルとか、マンションとか、バーとかレストランとかね、ホテルがね、立ち並んでいる、すごいね、モダンなエリアなんですよね。で、この近くにその、一応ドイツ一高いというふうにね、言われている、ケバブ屋さんがね、あるんですよね。で、そのケバブ屋さんなんですが、チハンさんという方がオープンしたお店、今月ね、オープンしたということで、出来たてなんですけど、その方はニューヨークとかね、香港とかでバーキーパー、バーテンダーとして、働いていたと。目の前に見えるのは、これはスーパーですね。で、ミュンヘンに戻ってきて、今度は5つ星ホテルとか、シューマンズっていうね、世界的に結構有名なミュンヘンのバーがあるんですけど、そこでも働いていたと。これはパン屋さんなんですが、で、戻ってきて自分でバーをオープンして、その後いろいろ本をね、バーに関しての本を書いて、すごいそれがまたヒットして、ちょっとした有名人の方がオープンした、クラフトドナーのドゥナーのお店ということなんですよね。特徴がやっぱり高いっていうのが 100% ビーフ。通常はね、ラムなんですけど、ビーフ使っていて、そのハンスケバブっていうこのお店のオリジナルの味付け、保存料とか人工甘味料も使っていない。もみ調理も使っていないと。ということで、それがこの
ハンスケバブということなんですけど、まあ、いつもはねここ結構列がね並んでいるんですが、そうするとちょっと撮影ができないのでオープン前にちょっとね来てみました。ということでね、お店にね入ってきました。これがその、まあ、ハンスケバブということで、まあ、ちょっと今はねオープンしたばかりなのでお客さんがいないのでゆっくりちょっと撮影ができるんですが、まあ、ルナーに関してのね、まあ、本もね書かれているということなんですが、やっぱりねルナーと一緒に食べるのはアイランあのねトルコのヨーグルト飲料ということで、ちょっとねメニューだけね簡単に言うとクラシックっていうねやつが一番まあ有名なんです。で個人的にまあやっぱり一番気になるのがこのフロムトゥイスタンブールという東京っていうね35ユーロですよ、4500円ぐらい。ちょっとね見にくいんですけど、鹿児島産の和牛リブ、まあ、わかめのトリュフとか唐辛子などをね使っているということなので、ちょっとね35ユーロのディナーは僕今ちょっと買えないので普通のねオリジナルでもそれでも通常よりか高いですので頼んでみようと思います。今こういう風に作っていただいています。いろいろまたソースとかねサラダとかいろんなトッピングがあるということで美味しそうですね。今ね作っていただいているということで、まあ、ということでねちょっと早速急いで帰ってきたんです。まずこれ見てください、この大きさなんですよ。これね測ったら 650g、 かなりどっしりとしていて普通のケバブのね 1.5 倍ぐらいあるんじゃないですかね。パンもかなり大きいんですよね。これドイツ人でも完食するのは結構大変、僕はできないと思いますので、ちょっとまず味見だけは。すごいな、牛肉はすごくジューシーなんですけど、すごい野菜がたっぷりだとミニトマトがねすごい甘いですね。自然な感じはありますね。ソースがあのすごくこう本当に野菜の味とお肉を楽しめる感じにね味付けになってますよ。まあ、汚いんですけどね、ちょっとこんな感じです。野菜がすごい多い、ヘルシーって言うんですかね、まあ、野菜食べれば全てがヘルシーにと考えるなっていう風だなと思ってあると思うんですけど、まあ、通常ねあのケバブ屋さんに行くとチキンとかラムとか、まあ、ビーフがあるんです。ここはビーフだけなんですよね。僕は結構いつもチキンを食べているので、まあ、やっぱりあのちょっと味わいがねビーフだともっとお肉食べてるかなって。チキンはねやっぱりあっさりしてるので、まあ、日本人の人からするともこれ半分にして2人で分けるのがなんかちょうどいいぐらい。クルムってねヤギのチーズだったかな、トルコの入ってるんですけど、それがやっぱねちょっとアクセントになってて、なんか初めはね食べていた時はまあなんか普通のケバブかなと思ったんですけど、なんか食べ続けるとねなんかより味わいが出るというか、ちょっとやっぱ一味違うなっていうのをね思います。ということでね、ハンスケバブのケバブいかがでしたでしょうか。個人的には牛肉がもうちょっと美味しければよかったらいいな、最高だったなっていうふうに思いました。まあ、ドイツは鶏肉と豚肉は美味しいんですけど、やっぱね牛肉っていうのはね、まあ、日本人の、まあ感覚からすると美味しい牛肉がさほどないっていう感じなんですよね。まあ、固めが多いかなっていう感じがします。日本のように柔らかくて和牛で霜降りっていうのはないんですよね。だからわざわざあの高い35ユーロもするやつは日本からわざわざ仕入れてるっていうことなので、まああのドバーケバブがね好きな人はねなんか一度行ってみるのも楽しいかなと思います。でもう一つ、まあ、さらに、まあ、ドイツの食生活っていうのがね、まあ、なんとなく面白いなと思ったのが、お店に行く前に僕 Google のちょっと評価を見たんですよね。まああの5つ星とか4つ星とかっていうことよりどういう意見があるのかなと思ったら、まず高いっていうのがあったんですよね。まあそれはまあ個人のあれだと思うんですけど、気になったのはやっぱりねお腹がいっぱいにならなかったって書いてあったんですよ。まあ僕が食べたやつではなくて、初めのオープンした当初でどうやらパンが小さかったんですよね、量も少なかったということで、まあ、ドイツ人はねなんかお腹いっぱい食べたいって思ってる人が結構いるのかなっていうのがまあありますなので、レストランとかね
あの観光でドイツに来ると皆さんもこんなに大きいの一人じゃ食べられないっていうことになったり、結構ねレストランの量が多いんですよね。なんかもう僕なんか 7,8 分でお腹いっぱいにするのがもうそれが個人的な好きなのでお腹いっぱいにしたくないんですけど、なんか体格もねドイツでいいじゃないですか。だからやっぱそういう意味でたくさん食べたいのかなっていうのがなんとなくちょっと気づいた点になりました。もしねこの動画が良かったらいいねマークと、またですね皆さんにまたドイツの情報をずっとね届けられるようにチャンネル登録、そしてコメントなどもお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。チュース。